はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ラブ4のハイブリッド X、2WD ですね、あの4駆じゃないということで、320万円のグレードを乗っております。いや静かです。これね、ラブ4、結構ね、デザイン的には、カクカクしたデザインになりましたよね。ちょっと見に行ってみましょう。なんかカフェとかできてね、新しくなりましたね、メガビブねなんかね、月1回ぐらい来てるんですけど、結構変わります。こっちもなんかアイスホッケー場みたいな、車がね、いっぱい置いてますよね。ハイブリッド G が置いてありましたんで、ちょっと見てみましょう。これね、380万ぐらいしちゃうんですよね。高いですよね。ダークブルーマイカということで、この色結構綺麗ですよね。やっぱりね、上級グレード若干雰囲気が違うかな。でも外回りね、そんなに、変わってるような感じはしないんですけど、ホイールとかもね、ちょっと違いますよね。18インチ履いております。グリルの方もね、仕上げがいいような感じがしますね。ちゃんと塗装されてます。これセンサーかな。やっぱりね、メッキ使いとか、塗装がちゃんとされてるとか、その辺にちょっと違いを感じますよね。ちょっと中見てみましょう。あ、扉軽い。上級グレードもね、扉が軽いんですね。お、ジョンもしますと。やっぱりこのステアリング、革張りの方がいいですね。黒でね、締められたシート、これいいですよね。革張りです。やっぱりラブ4をどうせ乗るんだったらこの上級グレードはいいと思うんですけども、だいぶね、下のグレードと差を感じましたね。まあでも380万しますからね、ハイブリッド諦めてガソリンタイプにするか悩みどころですね。ラブ4のハイブリッド X、2WD ですね、あの4駆じゃないということで、320万円のグレードを乗っております。いや静かです。はい、トヨタラブ4、さすがね、トヨタのハイブリッドカーということでね、すごいやっぱね静かです。当たり前か。で、今回ね、ラブ4、モデルチェンジしたということで、ボディサイズの方もね、だいぶ大きくなりましたよね。CHR と比べると一回り大きいですかね。今ね、こうちょっと石畳のところを走っております。さすがにね、これぐらいのところを走ると、路面のね、ガタガタする音が聞こえてきますね。うん。やっぱり車高がね、高いということで、見晴らしが良くて運転がしやすいですね。結構ね、窓がね大きくて、でこのドアミラー、それがね結構大きいんですよね。縦に大きい感じがします。それでね、後方確認がね、すごい、よく、見えますね。今ね、赤信号で止まります。ブレーキがね、結構しっかり効くブレーキですね。ちょっと、ベタ踏みしてみましょう。おお、40キロまで、すぐ加速しました。エンジンもね、ぐーんとね、パワーが上がりましたね。タコメーターはないんですけども、このエコ運転、パワーゲージがね、デジタルじゃなくて、これアナログの、メーターの、パワーゲージがあるんですけど、それがね、今ぐーんとパワーが上がりましたね。うん。あ、運転しやすい。ハンドル軽い。これね、このラブ4、初めてね、乗った方は分かると思うんですけど、扉がね、軽いんですよ。扉が軽くて、ハンドルも軽くてね、まあ、すごい、なんかちょっと乗りやすい車だなと、私の第一印象ですね。やっぱりね、車高がね、1650でしたか、80でしたか、それぐらいあるので、立体駐車場のね、1550規制っていうのがあるので、それにはちょっと、入らないんですけども、
まあでも、それさえクリアできたらね、こういうね SUV はねすごいやっぱ乗りやすいんだなと思いますね。昔のね、こういったね 4WD というかこういうね SUV はね、結構男気のある車で、大きいしハンドルもそんなに回らないし重いし、なんかちょっと乗りづらい車だなと。でも、大きくてかっこいいから乗ろうかなという感じでしたけども、最近のねこういう SUV はね、すごいやっぱ街乗りしやすいね、運転のしやすい、車になっておりますね。まあ、普通のセダン買うんだったら、まあ、駐車場スペースさえね、ちゃんとクリアできてればこういう SUV 選ぶのもいいと思いますね。はい、あっという間に、一周しました。こちらね2周できるということで、今前の車出発するのを待っております。ちょっと、スペック読んでいきましょうかね。前高ね1685ミリでした。車両重量はね、1630キログラムか。まあこれ、ニッケル水素電池とかね、ハイブリッドカーなんでちょっと重たいんですかね。最小回転半径は 5.5 メーターと、まあ小回りも効きますね。排気量は 2.5 リッター、まあ 2.487 リッターと表記されております。ちょっとガソリンエンジンの方もね、ちょっと試乗してみたいなと思うんですけども、ちょっと今日はねこのハイブリッドカーということで、まあ今から2周目行ってみようと思います。うん、今ね、アクセル、30% ぐらい踏んでますね。まあ発進時もスムーズな、走り出ししますね。エンジンねすぐかかる感じしました今。信号待ちでね、ぐっと加速したいなという時も全然ね力不足を感じませんね。さすがハイブリッドか。まあ燃費の方もね、まあこちら、確か20キロぐらい超えております。市街地モードとかでもね、まあ20キロもしくはまあ実燃費、20キロぐらい走るんじゃないでしょうか。まあね、レギュラーガソリン対応ということで、すごいねやはり乗り出してから経済的ですよね。ただね、これハイブリッドカーとなると車体価格自体が高くなるので、今これ300万ぐらいのグレードなんですが、ね、ちょっと内装がねやはりね安っぽいなと思います。もう一つね、上のグレードを、G を選べば、もっとね内装はガッとね良くなるんですが、60万ぐらいのね差がありますね。そうなるとね、車体価格の安いガソリンを選ぶという方も多いんじゃないでしょうかね。はい、ちょっと早めに今これワインディングしてみます。おうおう、はいはいはい、ほうほうほう、あいいねいいね。あやっぱ車高が高いしこれハンドル軽いんで、ホイールというかねタイヤはね結構大きいんですけど、タイヤのその重みというかね、そういうのはね全然感じないですね。結構踏ん張ってくれました。あいい車作りますね。CHR もね、乗り味すごいいいなと思ったんですけど、このラブ4もね、いやー、やっぱね、乗り味っていう面ではね、やっぱりこの、ラブ4、CHR、なかなかね、いいなと思うんですよ。今ここ結構ね、デコボコ道なんですけどね。うん。いい感じでね、このショックアブソーバーがね、力を、逃がしてるという感じがしましたね。うん、まあ車幅はね、1800ちょっとあるんですが、まあ、こういったね今細い、路地のようなところ、こういうところもねやっぱりこの車高とこのなんていうんでしょう、フロントガラスとかリアガラスの広さ、それでね、結構ね視界もいいので運転がしやすいなという感じがやっぱりしますね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、今日はラブ4に乗ってみたでした。じゃあね、ボーイシュ。